はい、今10時ぐらいですね。外はこれから雪が降るという話があってですね、だんだん寒い感じになってますけど、みそしますね。あ、もう白くてよくわかんないか。雲だらけです。ジャン君は、ぬくぬくで寝ています。そして、こちらでも。はい、ポンちゃん。今日はもうずっと寝てようかね。さあ、昨日ですね、楽しい楽器屋さん、怪しいが楽しいに変わった楽器屋さんで、このようなものを買ってきました。特に見た目面白いという感じはないんですけれども、ここの、これですね。このマイクの、このアーム。これがどうしても、この付け根のところがグラグラでダメだということで、こちらに変えることにしました。これは長さがそんなにないのでですね。わかりますかね。だいぶ手前に、このテーブルにでもつけようかな。ということです。つけるとこうやってもしょうがないね。後ほどお見せします。はい、あっという間に設置できました。こんな感じです。こういうことですね。まあ、なんということはないものですけれども、これね。これです。これがね、なんでこんな斜めになっちゃうかなんです。これ直しても直してもなっちゃうんですけれども、まあ、この金属の、厚みですかね。これもうちょっと太いものだったらよかったなと思います。何かもうちょっと軽いものに使えるようにしましょうか。で、これに関しては、多少ちょっとぐらつきはあるんだけども、まあ大丈夫かな。ということで、生放送のアイテムが、これでまた、ちょっとだけ、グレードアップしました。花を飾るって楽しいですね、かな。タニシーになってる。ええ。タニっ谷て、司会。タニにな、タニっていう字になってるよ。さあ、始めるよ。12時半になりました。1月31日、猫カフェアスタマニャーニャ。今日は冒頭28番のチョキの、映像をご覧いただきながらスタートいたします。はい、それではスタートです。このチョキの動画の説明をしますとですね、この当時、チョキに関してはベランダには出るようになっていました。まあ昨日までですね、若かった時のチョキの、動画をご覧いただいたんですが、5歳までは外に出てました。アパートの1階でね。出しておきますので、よろしければご覧ください。ケイミヨコさん、パパさん、ママさん、ジャン君、ポンちゃん、皆様、こんにちは、こんにちは。コキアタさん、こんにちは、こんにちは。メイメイさん、お久しぶりです、こんにちは、こんにちは、いらっしゃいませ。フジちゃんさん、ジャン君、寝とります。ケイミヨちょっコさん、とカメラを動かします。これです。このアーム、これを買ってきました。
ですね、金額にして1600円です、このアームがなぜ必要だったかというと、インターネットで購入したこれですね、これがこれで手で見えないよ、よいしょ、これがこれでこれ、これがこれ何を言ってんだか、要するにですね、よいしょ、ここの作りが、弱いんですね、弱くてこの斜めになってしまう棒がね、そしてグラグラしてしまうということで、どうも使えないなということになり、このようなスタイルに変わりました。これ特に何がいいということではないんですけれども、まあ、何よりも頑丈であること、これを、重点に置いて買ってきました。さあ、このような変化があったとしても特に変わりはないんですけどね、ちょっとマイクに近づきすぎて声大きいかな、皆さんの方で調節していただければありがたいです。そして、シータンさん、皆様こんにちは、こんにちは、いらっしゃいませ。はい、風太郎さん、パパさん、ママさん、皆様、ジャン君、ポンちゃん、こんにちは、こんにちは。ケイミヤコさん、あ、ママさん、例のママさんが、お好きそうと言われていた雑貨店でも、で、もし、今後お買い物されたらお買いになった品物を見せてください。気になっています。ということですね。一個だけなんか買ったけど、あれは、あれか。あれは別に大丈夫。そうだよね。マスク入れだから、これだ、きっとそこじゃなくても売ってるかも。そうね。でも、これは、買いました。これ黒剣に、マスクを収納するためのやつですね。こうやって入れるやつですね。いい感じじゃなかったので、はい、ずっと欲しかったんですね。これは、もらい物なんですけれども、ちょっと高級なやつですね。スポンジ式のものです。これがとても息もしやすいし、良かったです。なんだっけ、グレーの色のパッケージの最近ちょっとよく売れてるやつだね、お高いやつです。これをこれに入れたいと思います。ちょっとサイズ合わないけど、私のはだよ。はい、まおいママさんはこれを買いました。もうちょっとね、面白いものを買った時に、ぜひ紹介しますちょっとね、欲しいなって思って、あ、可愛いって思ったマグカップとかね、やっぱりイギリスのやつとかなので、うん、お家としてはちょっと高級そうね、なので、そんなに頻繁には買えないと思いますなので、たまにね、こんなの買ったっていうのを自慢する自慢の動画になっちゃうかな、したいと思います。北欧シリーズが私はちょっと気になってるんだけど、うん、キノコシリーズの可愛いキノコの絵が書いてあるこう本みたいになってて、開けるとキノコの絵が書いてあって裏にこう線が入ってて、うん、線として使えるよっていうやつが、ちょっとキノコ好きとしてはわかりました。次の機会にはそれにしましょう。まあ、うん、余裕があるかどうかね。それは常にうちの経済はマオイママさんが決めていますので、余裕があるなら買ってください。ジャン君、ポンちゃん、うんぐぐ、うんぐぐ、ポンちゃん、うんぐぐって言ったの、うんぐぐ